皆さんこんばんは。気象予報士の穂川香音です。ここからは明日の全国の天気確認していきましょう。明日全国の天気ですが、広く高気圧に覆われるため晴れのアイコンが並んでいます。今日雨や雪が降った北日本エリア、そして北陸エリアも明日はバッチリ晴れ模様となりそうです。明日雨が降ったとしても午前中を中心となりそうですから、次第に天気は回復するでしょう。ただ注意をしていただきたいのは北海道です。この時期としては非常に強い寒気やってくるため、北海道の日本海側エリア、明日の午前中を中心に雪となりそうです。平地でも雪となりそうですから、車の運転は注意をしてください。そして明日は一気に冷え込みが強まります。関東もこの3日間で一気に気温が低くなり、17度、11月中旬並みの寒さとなりそうです。一日気温が上がらないため、皆さん注意をしていただきたいと思います。そして最低気温も10度を下回るところ多くなっています。朝の冷え込み強くなっていますから、服装でうまく管理してください。沖縄は先島諸島雲多いですが、雨具の心配はなさそうです。沖縄エリアも北風がひんやりする季節になってきましたので、羽織物は忘れずお持ちくださいね。以上、全国の11月5日のお天気でした。今日も一日お疲れ様でした。